カットリセンコウ。カトリセンコウとは、主に蚊を駆除する目的で、センコウに、女中菊の有効成分、ピレトリンや、類似のピレスロイド系成分を練り込んだ、訓練式渦巻き型の殺虫剤である。古くは、蚊やりびとも呼ばれていた。英語での名称は、モスキートコイル、マスキートコイル。原料は、カスコ、女中菊の地上部分を、半年間乾燥させたもの、タブコ、 デンプン、ピレスロイド、除虫菊に含まれる有効成分、染料など、粉末状、棒状、渦巻き状などに成形される。色は緑色がほとんど。一般には7時間以上燃焼するものが多いが、燃焼時間3時間程度の小巻きのものや、12時間程度燃焼するものもある。使用するには先端に着火し、最初に出る炎を吹き消して、置きの状態にする。 このようにすると不完全燃焼によって煙が立ち上るようになる。この煙そのものに顔を殺す効果があると思われがちだが、実際には燃焼部分の手前で高温により揮発する化学物質、ピレスロイドに殺虫作用がある煙と異なり目には見えず、周囲に拡散して殺虫効果を生じさせている。今日、一般には化学的に合成したピレスロイドが主に使われている。 除虫菊の代わりにレモングラスの成分などを使用した製品もあるが、そちらには、寄費効果はあるものの殺虫効果はない。カトリ先行メーカーによっては、煙の少ないもの、逆に、野外作業用で、ハムシが嫌う、煙の多いものもある。花の香料、白檀や、バラ他や果物の香料を練り込ませたものも、発売している。人間以外に、ペット用や、畜舎で使用する。 畜産用の大型などもある。日本での主な生産地は、和歌山県有田市付近などである。有田市では、地元の女中菊を使って、国産のカトリ先行を製造していた企業が一社、あったが、2014年10月に製造を停止した。開発国の日本をはじめとして、その他の国々でも生産、輸出されている。アメリカ合衆国では、 モスキートコイルとして売られている。家庭の電荷が遅れている国や地域でも、火種さえあれば使用できるので、蚊をはじめとする、ハムシの駆除を要する東南アジアを中心に普及し、蚊やと共に、蚊が媒介する、マラリアデング熱予防に貢献している。和歌山県の上山栄一郎、大日本女中菊株式会社の創業者は、1886年に、 福沢幸吉より紹介された h e アもあより、女中菊の種子を譲り受ける。上山は、平安時代から日本に残る伝統的な風習、かやり火のように粉末状にした女中菊におがくずを混ぜて燃やす方法を考えたが、夏に季節外れの火鉢が必要であったために普及に至らなかった。そこで、上山は、今度は先行に女中菊を練り込むことを、 公安、1890年に世界初の棒状化取り線香、緊張香が誕生した。棒状のものが製造されていたが、粉末のものは扱いにくく、棒状のものは立てて、使うために線香が倒れ火災が発生することも少なくなかった。最大の欠点は、一度の点火で長時間にわたって燃焼させることが線香の形状からできなかったことで、 約20センチメートルの長さで約40分が限界だった。棒状線香を単純に伸ばしただけでは燃焼中に倒れやすくなるので延長にも限度があった。現在、一般的に普及している渦巻き型のカトりリ線香のデザインは1895年からのものであり、上山の妻、雪の発案とされる、蔵の中でとぐろを巻く蛇を見て驚き、 夫の元に駆けつけ告げたのが発想の元になったという。このデザインにすると燃焼時間が長くなり、かつかさばらない。例えば、大日本女中菊の製品では渦巻きを溶けほぐすと、全長は75センチメートルに立ち、一度の点火で7時間使用できる。この7時間とは、睡眠時間に合わせたものである。また、寝かせた状態で使うので、 従来の形状よりも安全に取り扱えるようになった。なお、考案されてから長きにわたり、人の手によって渦巻き状に成形してから固める生産方式を取っていたが、1955年頃から自動化のため、現在の渦巻き型の型抜き機械による成形に移行した。他に短時間用、長時間用、線香が太いものなどの種類があり、外国産のものには、 四角形や六角形のものもある。香取専攻の研究開発の様子やプロセスを紹介する映画、この一筋の煙に大日本女中菊中央研究所が大阪万博開催の前年にあたる1969年、昭和44年、大日本女中菊の企画の下東京文 A により制作されたカラー21分。映画タイトルの通り、 大日本女中菊の研究施設、大日本女中菊中央研究所で繰り広げられる、カトリ専攻の研究開発のうつつを映し出しているが、これとともに、大日本女中菊によるカトリ専攻発明の歴史についても若干触れられている。当該映画作品は、現在、科学映像館において、無料公開されている。渦巻き型のカトリ先行は、中心部分を金属製で、 Y 字型の突起になっている先行率に固定して用いられることが多く、使用している際には灰が落ちるので、その受け皿として金属製の先行皿や陶製の貝ありき貝ありきが用いられる。また、このような Y 字型の先行率ではなく耐熱性のガラス繊維に直接乗せて用いる先行皿もある。カトリ線が複数枚封入されている製品には、 金属製の線行率や金属製の線行皿を封入しているものが多い。金属管の蓋を裏返すと中心部分に直接 Y 字型の突起が取り付けられておりこれを引き起こして線行皿として使用できるようにした製品や金属管の蓋部分に耐熱性のガラス繊維が敷かれておりそのまま線行皿として利用できるようにした製品もある。また、陶製の貝あり機には 代表的なものとして、豚を模したかやり豚があり夏の風物詩となっている。また、キャンプや野外作業など屋外での利用を想定した吊り下げ、方式、フック付きの線香皿もある。これらの用具を用いることで燃焼を伴う製品ながら安全に使用できる。汎容器30巻入り、紙製化粧箱10巻入りは皿、または台が同梱されているものがほとんどだが、 ない場合は清涼飲料水の空き缶、点灯防止や消火用にあらかじめ水を入れても良いの、プルトップを起こして、線の中心部を挟み込んだり、線香中心部の台を差し込むスリットに細い針金を、差し込んで地中に刺したり木々にすると、皿や台の代わりとして利用できる。その際、差し込み箇所以外に線香と金属が接触、または、わずかな隙間だと消える恐れがある。無論、 これらの使用方法は屋外かつ周囲に燃え移るものがないことが前提である。火を使わず煙も出ない電気か取りが開発され、さらに近年は電気も使わず効果が数時間持続するスプレー式防虫剤も販売されており、煙が出る上に、戦術の通り火災のリスクもある。か取り線香は年々見かけなくなってきているものの、 電気も電池もいらず、屋外作業やキャンプでの使用、簡便さと効果と手軽さから指示されており、毎年各メーカーが初夏頃にテレビ CM を打つなど、現在も根強い一定のユーザー層がいる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。